はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。 FPS 初心者がグファークライフを続きやっていきたいと思います。今ですね、メインストーリーはね、次ここ行くんですけど、ここを制圧しようかと思ってね、近くまで来ました。車でこうブワーンと走ってきて、結構遠かったですね。でここができるかわかんないんですけど、まあイージーだし、取ればファストトラベルできるんでね、ここにアクセスもしやすくなるから、まあここも取りやすくなるしね、まあここは重要かなということで来てみたんですけど、どんな感じなのか様子見たいと思います。やべ、これ敵だ。ゾウさんいて、どこだ、あれか、多分これですね。この犬がね、結構問題なんだな。襲ってくんだよね。襲われちゃうと銃撃たなきゃいけなくなるから、できればやめたいんだけどな。しゃがめ。どのぐらい敵がいるんだろう。一応ね、あのなんか黒い煙が出てますよね。あれが占拠できるところらしいです。まあ敵の基地って感じですかね。で放送施設があると援軍を呼ばれちゃうんで、それをまず壊したいんだけど、それがないな。この中にもいるのかな。相手敵2人ぐらいしかいないですね。なんか降りてみるか。そこに一人。危ねえ、なんか落ちるぞこれ。そこの一人はちょっとパパッと倒しちゃいたいな。おい、犬だ、犬が来てる。ではちょっとほっとこう。しゃがんでここで。しゃがめ。勝手に犬をやってくれてますね。ほっとこうこのまま。犬が勝手にやってくれてます。あ、結構いますね、3人。行け。上に行った。2人もいるのか、上に。犬は殺してあっちに2人。こっちに2人。4人か。
ねえ、なんだっけこれじゃない、これじゃない、そうそうそう、道路から行くぞ。援軍が助けには来てくれてるようだけど、結構なんかいっぱい来てますね。うん、やばいやばいやばい、あ、死んじまった、失敗。え、これどっから、あ、よかった、こっからだ。ちょっと失敗しましたね、思ったようにいかなかった。やっぱ援軍を呼ばれたっぽいですよね。だけど、さっきはなんだ、ほら、いるね、気をつけろ、いた、やっぱりあれだね。道路から行くぞ。増援出ないようにしたかったんだけどな。あ、来た、いっぱい来ちゃったね。いっぱい来ちゃったね。登ろう。やべやべやべ、なんかどこから見られてる。バレてるぞ。割れちゃったからな。どこだよ。さて、まだいる。登ってくるかな。ここだ、敵は出てこい、俺様が殺してやる、邪魔者を撃て、
何が来てるの？さて、あと一人ぐらいか。あ、来た。登ってくるかな。登ってきてくれるとありがたい。ただ増援呼ばれちゃいましたね。増援呼ばれずにやりたいんだけどな。いるものがいるものだ。基地を制圧したのが誰であれ、そいつこそヒーローだ。どっかに増援を呼ぶための基地の確保に誰かが動いてるって噂を聞いたわ。そう焦らなくていいのよ。先はまだまだ長いんだから。装備があったと思うんですよね。それが分かんなかった。どこにあったのか。どこにあったのかな。マイクみたいなのがあるんですよ、どっかにね。トラックストップの兵士を片付けたのが誰にしろ、効果的な戦闘とはどういうものかを思い知らされたぜ。効果的ではなかったですね。たった一人で基地を攻めるだなんて、勇気と狂気は紙一重だ。襲撃したのが誰にしろ、死体の処理まで手伝ってくれればよかったんだ。そこはもううんざりだ。死体処分まで手伝ってくれって。誰かが行動を起こしてくれて嬉しいよ。マイクやっぱないですよね。マイク設備がどっかにあったんだけどな。わかんないわ。とりあえず毒キノコかどうか教えてくれる？制圧したからよかったかな。中入ってなんかあった、なんか取りましたね。あー、そういう意味。とりあえずいらないものを売りましょう。19,000弾薬補充して32,000。アーマーがとりあえず欲しいんですよね。買えない。あ、買えた。あれ、弾薬補充って何？資金不足でも買えんの？あ、全額必要な分だけ売ってくれんのかな。よし、ということはセーブもできました。で、ここ制圧できましたね。まあうまくはできなかったけど。あ、なんか暗殺のクエとかあるな。宝箱マイスター。で、次ここへね行きたいと思います。メインクエストの続きね。ここまでビーンって車で来れるかな。で、どこ行ってくれ、行ってくれって多分なると思うので、それをちょっと消化した後この辺をやっていこうかなと思ってます。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。資金がなくなっちゃった。